してくれる、笑わせてくれる、そんなのはパートナーであれば当然のこと。ここで紹介するのはもっと具体的なサインです。仕事でもプライベートでも何を伝えるかよりもどう伝えるかに注力しがちではないですか。お互いに理解し合えているパートナーならどんな伝え方をしてもきっと分かってくれると思うのです。たとえ拙い言葉だとしても話を聞き終えた時には分かってくれているはずです。いいことが起きるとすぐにパートナーに伝えたくなるのは当然のこと。では自分に非がある悪いことはどうでしょう。伝えるには少しの勇気が必要ですが、それでも聞いてもらいたいと思えるのだとしたら、それはパートナーを頼りにしているから。微妙な状況を切り抜ける方法を一緒に考えてくれると信じているからです。ある調査によれば、カップルのどちらかの通勤時間が45分を超えると離婚率が 40% ほど上昇するのだそう。またパートナーの新しい仕事が前職よりも 20% ほど給料が高いけれど通勤時間が1時間ほど長い場合、複数の経済学者曰く通勤時間が1時間プラスされる場合、最低でも給料は前職より 40% 上昇していないと人々は出されないと言います。昇給のために通勤時間を伸ばすのはいいことではなさそうです。人はすぐに変われないものです。悪い癖をやめたいときにあなたの変わりたい気持ちを応援してくれるのが最良のパートナーです。相手の悪い癖を頭ごなしに責めたりするのではなく、その人の性格を理解して気持ちよく乗り越えられるように手助けをしてくれること、あなたが悪いと思っている部分まで温かく見守ってくれる、そんな人はあなたに大きな自信を与えてくれるでしょう。恋愛において忍耐強さは重要視されていないようです。しかしこれが生まれ持って備わっている人は素晴らしい。仕事がうまくいかず辞めたくなったとしてもあなたなら大丈夫と信じてくれる存在はとても大きい。不可能を可能に変えるために必要なのは忍耐強くサポートしてくれるパートナーなのかもしれません。ワシントン大学セントルイス校の研究者たちの調査によると、信頼できるパートナーがいる人といない人では前者の方が仕事のパフォーマンスが良く、給与は高い、昇格の確率も高く、仕事に対する不満が少ないという結果が出たのだそう。周りにもいませんか？パートナーの愚痴を言う人。パートナーが下した決断、仕事に対するスタンスや振る舞いを批評したり、それはまるで短所しか見えていないかのようです。本当にパートナーを愛し尊敬しているのなら、短所ばかりを責めずに長所を褒めるはずです。パートナーへの態度は自己肯定感を暗示しているのかもしれません。今の仕事や将来の夢、それから目標などを知った上で
自分では思いもしなかった提案をしてくれる人こそが運命の人。そして決してその提案を余計なお世話だなんて思わず受け止めるのです。そこまであなたのことを考えてくれている人がいるなんて素敵じゃありませんか。よく話を聞くことは相手の考えや意見に興味があること。そして女性はただ黙って自分の話を聞いてほしいって思っているだけなのです。何をするかよりも誰とするか、後者にフォーカスができていないのなら、その愛は本物ではないのかも。この先も長く付き合っていきたいのなら、自分の正しさにこだわらない人を選びましょう。自分が導いた正しいを押し付けるより、二人の正しいを見つけようとしてくれる人です。あなたの意見の方が正しい場合は、言い合いをせずにそのまま受け入れてくれる、そんな人でなければ、より良い関係を築くことは難しいでしょう。助けを求められるのは相手を尊敬しているから。あなたは私よりもたくさんのことを知っていると言っているようなもの。そのような敬意を払える相手がいることは素敵なことであると同時に、敬意を受ける側はそれがエネルギーにもなります。何よりも助けを求めることは自分の弱さを認めること。そしてその弱さが共有できるのは、ちゃんと信頼関係が築けているから。人の力を借りることとは弱さの表れではありません。恋愛においてそれはむしろ強さであると理解しましょう。パートナーが何か大きな過ちを犯したとき、それを許し忘れることはなかなか難しいでしょう。と同時に、相手を責め続けることは簡単なこととも言えますよね。過ちを乗り越えることはとても大変。許すことこそが二人の関係をより良いものにすると気づけたなら、それはいいパートナーに巡り合えた証拠です。あなたのありのままを受け入れてくれ、いいところにさらなる磨きをかけられるようサポートをしてくれる。あなたのパートナーもそうしてくれているのなら、この先もきっと大丈夫。長く関係を育んでいける相手なら、あなたの成功に嫉妬したりしないはずです。あなたの幸せが彼の幸せでもあるのです。あなたが大好きなバンドのライブ、あなたがファンだと知っていたから、パートナーは一緒に来てくれた。見返りを求めず、あなたが喜ぶ行動を共にできる人こそ、ずっと大切にすべき人なのです。毎日顔を合わせている人にほど、いつでも言えるからいっかと感謝の気持ちを伝えることをおざなりにしがち。でも会う回数に関係なく、感謝の気持ちは心に生まれた時に伝えるべきだと思うのです。感謝されるといい気分になるのはもちろんですが、よりいい人になれるような気がしませんか。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて
日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。